夫婦の肖像がポンペオバ年第二作年第代アラン伯爵アーサー・サンダースゴアは、アイルランド王国出身の貴族、政治家。就職以前はサッドリー死爵の儀礼称号を使用した。アーサー・ゴアとジェーン・サンダースの息子として、1734年7月25日に生まれた。1757年に、ウェックスフォード県長官を、 1765年に名誉県長官を務め、1771年にアイルランド数密院の数密顧問官に任命された。また、1759年から1760年までドニゴールバラ選挙区の代表として、1761年から1768年までウェックスフォードカウンティ選挙区の代表としてアイルランド庶民院議員を務め、 1768年から1773年まで、再びドニゴールバラ選挙区の代表として議員を務めた。1773年4月17日に父が死去するとアラン・ハクシャクイを継承。1774年4月26日にアイルランド貴族院議員に就任した。 1773年から1786年まで名誉首席治安判事を務めた。1783年2月5日、聖パトリック勲章を授与され、聖パトリック騎士団創設時点の団員15名のうちの一人となった。1809年10月8日に死去、息子アーサー・サンダースが借位を継承した。 1760年7月14日、キャサリン・アンズリーと結婚2男4女を設けた。1771年、アンナイトと再婚1男2女を設けた。1781年2月、エリザベス・アンダーウッドと再婚4男3女を設けた。ありがとうございます。